ここからはグッドイチオシです。今日のテーマはこちら、江戸時代から連綿と古典園芸変化朝顔、秋の訪れを告げる花朝顔。皆さん、こんな朝顔は見たことありますか？これ実は変化朝顔という希少な花なんです。調査してきました。日比谷公園にやってきました。今回は変化朝顔の展示会ということで、どんな朝顔があるのか調査してきます。変化朝顔ですから何かが変化してるんでしょうね。ずらりと並んだ鉢の中に早速変わった形のものを見つけた木野アナウンサー。この辺も朝顔なんですかね。チリチリチリって、これ葉っぱですよね。花びらが下の方までこう裂けてるような感じですね。これはなんか何重にもなってるような感じで、1枚のこう花びらがふわっとなってるのが朝顔っていうイメージだったんですけれど、朝顔の定義がわからなくなってきますね。こんな形の、これもでも朝顔ってことですよね。不思議。あ、どうもどうも。こんにちは。これも立派な朝顔なんですよ。これも朝顔なんですね、はい、この人こそ変化朝顔に魅了され40年、変化朝顔研究会の副会長伊藤さんです。突然変異によって朝顔とは思えないような花や葉の形になったものが変化朝顔です。江戸時代後半に2回起きた朝顔ブームで、様々な種類が生まれ今日に至っているんです。今って何種類ぐらいあるんですか？その今昔から伝わっているのが800ぐらい、新たに発見されたものがやっぱり800ぐらいありまして、今1500以上あると言われています。1500種類もあるんですか、はい、そんなたくさん紹介しきれませんので主に3つ紹介しますね。早速詳しく見ていきましょう。変化朝顔その1、獅子咲きボタン。だいぶ絞りましたね。なんでその獅子咲きって呼ばれるの？これこの花の形が唐獅子、当時江戸時代ですので本当の代表というのは見たことがあって、はい、るので唐獅子の縦紙に見立てて獅子咲きと言ってます。で、大抵の花は一応獅子になるとこういう獅子咲きというこう風鈴が、はい、がつくんですけど、確かに獅子に似ています。で、変化朝顔をもう一つの見どころ、葉にはこんな変化が生まれました。かなり葉っぱがこう抱えるんですけど、くるってなる、ね、中にはこういう風に強く抱えて、あ、本当だ、はい、丸くなってますね。これね、竜がね、こう玉をこう握る見たくて握り爪竜葉と言います。へー、はい、で、こちらはちょっとこれが広がってて、これを飛竜葉と呼んでます。飛竜葉、はい。獅子咲きは愛好家に最も人気がある品種。江戸時代の変化朝顔の図譜朝顔36花選にもその花が複数掲載されています。まだまだ品種がある変化朝顔、続いてはその2、車咲きボタン。これが車咲きボタンと言います。車咲き第八車 の、はい、花車輪の形を見立てて言ってます。花の開き方が第八車の車軸のようですね。また車咲きボタンの特徴は台咲きといって、花の中心が台のような形になるところ。わかりますか？ここにおへそみたいになってるの、デベソみたく。あ、本当だ、はい、デベソになってます、はい、また全然、はい、ちょっと印象が違いますよね、はい、こちらも葉っぱに変化が生まれます。葉っぱがこういう風にこうちょっと縮れて、田んぼのちりめんの田んぼ、生地のような感じ縮れますので、ちりめんって言ってます。ところで、江戸時代から楽しまれてきた変化朝顔ですが、そこにはとあるきっかけがありました。きっかけがあったんですか？これはね、ちょうど享保要するに吉宗の頃ですね。白い丸いところに半分青半分白になるような朝顔が生まれまして、これ江戸に入ってきたんですね。以降、下級武士も内職として品種改良に励み、珍しい種類が次々生まれました。高値で取引されたそうで、うまくいけば、はい、もうそれこそなんつうの、大当たりで、それこそ一攫千金じゃありませんけど、結構高価なもんだと20両30両、だいたい1両が7万円から10万円ぐらいの感じですかね。
で、それが20畳30畳のお金ですので、伊藤さんの計算だと高いもので300万円になるものもあったそうですよ。朝顔が結構なお金ですよね。もう贅沢な暮らしが、はい、でそういう感じで、あのいいのが出ればこれはちょっとこれは儲けられるぞっていう感じでしかし当時は思った通りに変化をつけることはできませんでした。朝顔は夏に年に要は一時期だけです。夏だけ、夏だけ、はい、1回だけ。そうです。じゃあこう昔は植えて何が出るかは分からないってことですよね。これは正直言って植物を使った博打ですね。本当にギャンブルです。本当にこの種、あの大阪からあの3粒で1両っていう大金を出して江戸に持ってきて種まいたら普通の話が咲かなかったとか、はい、うわがっかり、そういうがっかりとかそういう話に残ってますので、はい、遺伝学の祖メンデルが遺伝子の法則を発表したのはおよそ50年後のことです。江戸時代の人って、はい、経験的にこうすれば種ができるなっていうのが分かってたんですよね。そして代表的な変化朝顔その3、咲い咲きボタン。このように花が細かく割れているのが特徴です。切れてる花が咲くんですね、はい、で咲いたきっても咲いて一体何っていうけど、これあの軍隊を指揮する細胞っていうのが昔あったんです。シャーってしてた、はい、こうピラピラする、これよくあのやつに見立てて咲いたきを言ってます。そこから取ってるんですね、はい、このグループにはこんな不思議なものも。糸柳って言って、それこそ毛糸の塊のような葉っぱになる糸柳、はい、確かに糸みたいですね、はい、あと毛糸の塊でしょ、はい、これでも置いてあって、あ、朝顔育ててるなって思わないですよね。分からないですよね。ここまでになっちゃうと普通分かりませんよね。はい、ここまで紹介した3つのグループ以外にも変化朝顔はまだまだありますよ。このように花びら同士がプロペラのようになって絡み合ったものや、ずいぶん小ぶりな朝顔もこれで成長した状態なんだそうです。木のアナウンサーと比べるとこの大きさですこうした変化朝顔の元となる朝顔は古から日本の夏の花というイメージがありませんか。実は朝顔は昔から日本にあったんですか、はい、いや日本にはなかったんです、ね、あなかったんですか。これもともと薬として奈良時代にあの遣隋使遣唐使が中国から日本にこう持ち込んだんですね。1200年前に下剤として渡来した朝顔、徐々に観賞用としても全国に広がっていきました。変化朝顔が生まれた江戸時代に2度のブーム、明治時代にも第3次ブームが起こり、現在は第4のブーム中なんだそうですよ。ここ20年ぐらいが第4次ブームになってますね。そんな歴史があるんですね。でもものすごくこう面白そうだなと思って、はいはい、こう素人でも私とか息子とか一緒にっていうのもできるものですか。できます。できますか、はい、あのやってる方もたくさんいます。あそうですか、はいはい、家でも変化朝顔できるということなので、ちょっと現れたらここでご報告しますね皆さんにさあ展示会では変化朝顔の鉢植えを買って持ち帰ることはできないんです。ただその種を数百円から購入することができます。また千葉県の国立歴史民俗博物館暮らしの植物園では特別展で変化朝顔を鑑賞できます。詳しくは公式ホームページご確認ください。以上グッドイチオシでした。